プロジェクト K, クト K こんにちは、キラです。今回はですね、第10レース以降1-6-2-3イン逃げ満州にぶち当てます。男には攻めなければならない時があります。16なんてそんなに滅多に来てくれやしません。そんなことは分かっています。分かっちゃいるけど、出るときは確かに出る、確かに毎週が出るときは出るんです。そこにぶち当てるのを、ぶち当たるのを信じて攻めなければならない時があるんです。男には。第10列以降の162163、もう164165来たら引退します。どうぞご覧くださって。さあ始まっていきます。唐津から見ていきたいと思います。本日唐津、小島、多摩川、すべて最終日なんです。すべて最終日でございます。つまりイン逃げが決まりやすいと思います。第10レース以降は基本的にイン逃げ決まりやすいと思うんですけども、その中でも最終日でございます。もうね、全レースイン逃げでいいと思います。その中で1本でいいんです。たったの1本でも来れば、もうそれだけで毎週なんです。これとかやばいじゃないですか。もう16は全部毎週なんです。ただそれが来ても何もおかしくはない。1本ぐらい出ようが、熱があるんです。体調が全然治らずに熱があるんです。そういう時って何かが起きそうじゃないですか。何かとんでもないものにぶち当たるかもしれないじゃないですか。普段とは違う、普段とは違う何かが起きるんじゃない。もうタイって感じです。つまりはタイ。10月の頑張り次第でしっかりと A1 昇格といける位置。3コースには3号艇の長尾京志郎、前半2コース。こういうのはとりあえず当たっておきましょうよ。なんか全然高くないような、高くないように感じてしまいますが、高いです。来たら高いです。十分高いです。30倍台、50倍台、16にしてはそこまでの高さではないので低く見えてしまいますが、そんな錯覚に。体調悪い時って、体調が良くて元気な時ってすごい幸せなことなんだなって思いますよね。もう体調とことん悪いので、もう体調悪いアピール、体調悪いアピール最近しすぎで申し訳ないですけども、もうとことん悪いのでとことんアピールさせてください。体調悪しです。でもだからこそ来るかもしれない。今季の好調ぶりが伺えます。はい、優勝戦でございます。お酒を飲みながら竹内マリアを一人静かに聞く、それが最近の趣味でございます。グッときます。こちら高いです。来たらやばいです。来たらフィーバーします。もう来たら、来たらとんでもないとんでもない金額になりますね。ありますね、マジでこれ。こういうの来ますね、こういうの、全然ありえますね。いや、どっかで奇跡起きますから。なんだって全部最終日ですから。インディゲーほぼ確実に決まってくれる。あとは6号艇が頑張ってくれれば。待って、まだわからない、まだわからない。小島だよ。地元の福島でサイアウト6号艇、こちらも地元レーサー樋口。ありまって
可能性はめちゃくちゃありますね。コース4号艇西岡、一方インは人気の主軸1号艇の勝浦大竹。最終日でございます。ビーナシリーズ、小島はビーナシリーズ。3メートル前後。第10レースは選抜戦。高い頼む夢見立ててくれ夢の中へ連れてって来るよ絶対来るよ信じる心は報われてくれコジマの第11レースなんですが、鉄道選手がいましたので飛ばしました。自己点が高く決して無理できない状況でも来たら高い。ただ一つデビュー初部位です。6号艇山内美月、進入スタイルはスロー3艇ダッシュ3艇枠なりで10秒前。うわ第12レースは優勝戦 A コースから1番2番3番4番5番6番です。今スタート。ここね、中間の皆さんがちょっとね、デコボコしていただいてないが理想的だと思うんですよね。6号艇が内側から這い上がってくるためにはありますよ。内側からこれ上がってきますよ。次のターンできますよ。次のターンで1号艇ナイス。あとは次のターンで2号艇3号艇あたりが争ってほしいんですけど、どうかな、どうかな、ここどうかな。ラスト玉川です。もう狙ってるのは最初からたったの1本ですから、たったの1本の的中だけを狙っているんですから、最後の最後まで何が起こるか分かりません。最後の最後でいいんです。1本、その1本が来るのは別に最後最後でもいいんです。1本さえ当たってしまえばもうこっちのもんです。待って、あるよあるよ、こういうのありますよ。こういうスタートでデコボコした時ありますよ。1号艇はちゃんと行きます。ちゃんと行ってからのありますよ、マジで。ああまだ来ない。シャッ、スタートは全然正常でした。4号艇5号艇突破争い、アウトコース4号艇戸塚、若干リードも内側から船を合わせる5号艇の杉谷、その後ろ1号艇杉谷3番手、2号艇6号艇3号艇追走です。2マークは5号艇の杉山から4号艇の戸塚は差しに構えていきます。さあ戸塚の差しですがどうでしょうか。5号艇若干出口で膨らんだか、4号艇の戸塚がインから迫っていきます。まだ突破争いか。5号艇4号艇定冠は判定しぐらいで2周回目に入ってきました。3番手単独で1号艇杉谷です。5号艇久保原秀人、7レースの2コース戦は1マーク包まれてしまって5着。一番外6号艇渋谷明則、玉川というのは6号艇が上目を上げました。絡んでくるんです。スタンダード枠なりの3対3、第11レース選抜戦の2つ目、人気は1番木下から3番坂本、もうこれ以降は1号艇いかずです。さっきみたいにさっきのほどまではデコボコしないでいただきたいですけど、ちょっとデコボコする感じ、そういう感じです。3号艇が出てきます。で内側ちょっと開きます。そこに6号艇アタックちゃう。木下逃走、 V は捉えて4号艇殿崎浮上、スタートは前提正常でした。2号艇木下トップ、4号艇次ですよ。問題が次なんです。次でもうちょっと2着が争う形になってくれれば、6号艇にも内側からのクイックチャンスが来るんです。ここですよ、ここ来ますよ。ちょっと待った。4号艇がそれを積み込んでいた殿崎、そして6号艇を裁く2号艇の鳥居塚になっています。現在上位1番4番2番変わらず2周回目、その後ろ4番のところは6号艇5号艇並んで、2号艇が4号艇を大きく大きく大外に追いやりますよ。これその隙に16に、ま、4号艇の遠崎、2号艇ですけれどもここは小さく回っていきまして、上位変わらず1番4番
2番手2周のバック時計裏を通過、引き続き4番手5号手の久保原、6号手の渋谷並んでいて最高峰3号地2回トップスタートを決めています。ファイナルは4カド。ここ5号艇東京3人目長井氷やフライング1本持ち、来月のウェイキーカップにも斡旋されています。いいイメージを植え付けたいところ。1番外6号艇長井源フライング1本持ち、今年3回目の優勝へ1番外から虎視眈々です。幕成3対3、第12レース優勝戦、人気は1番大池から3番上田へ123ダッシュ456優勝戦いくよ。スタートを切りました。北木巻き大皇帝スタートでした。さあまずは3号艇上田流星トップターン、スタートは前提正常でした。3号艇の上田を追って2番手ですが、4号艇の八津、それに内側から1番の大池、最後から6号艇長井水が上がってきて、あとは5号艇長井京也、2号艇の森下です。2マークは3号艇の上田流星から6号艇の長井源で、さばくのが1号艇の大池です。大池さばいて2番手、そして3番手争い、3号艇長井源、1号艇の4号艇やっとなっています。この4号艇6号艇ほぼ並んで2周回目で入ってきました。トップは早くもちぎっています。3号艇上田流星、続いて1号艇の大池祐希、3番手4号艇の脇を全速出し6号艇長井源、さあ長井源さらには前を行く1号艇大池とも少し差を詰めていきました。2番手3番手のところだいぶ差が縮まっています。現在2番手1号艇大池リードは 2dc 半ぐらい、6号艇の長井源あるいは4号艇八つを追っていきます。2周2マークは3号艇の上田回って、続いて1号艇の大池、3番手は6号艇の長井源が切っていきました。上位体系は3番1番6番で最終周回へと入っていきました。大阪の長井源は際のスリットだった模様です。内側ではスローゼの中では3号艇上田流星がいいスタートを決めて内に手をまくっていきました。1号艇大池立て直して2番手、そして3番手6号艇長井源、残り半周上位3番1番6番、その後ろ4号艇八津、5号艇の長井氷や2号艇の折下へラストコーナーです。先頭は3号艇の上田流星です。エースキタワー炸裂となりまして最後は6連勝でフィニッシュ、今年2回目、玉川初めて通算13回目の優勝となります。まもなくゴールです。先頭3番上田流星おめでとう、ゴール優勝。1番の大池準優勝、6番の長井源3着、その後ろは